どうも島田秀平です。そしてホタテ川口です。お願いします。今回ですね、私たち、アントラムというですね、史上最も呪われた映画というものをですね見させていただきました。これ何と言ってもキャッチコピーが見たら死ぬってことなんですね。はい、本当にすごいんですよね。70年代の後半、アメリカのカリフォルニア州で撮影された映画、アントラムというんですけども、これ見た方たちがもう軒並み不幸がという、ね、まず1988年世界初上映が行われたハンガリーのブダペストでは上映中に火災が発生し、映画館が焼失、56名の方が亡くなったとか、その後ですねいろいろこう企画立ち上げた関係者が次々に謎の死を遂げたとか、まあね、今回その戸叶編集長角さん、の紹介で見させていただいたんですけども、角さんに関してはその何ですか、予告動画、見ただけで突発性難聴になってしまったとかで、今度2月の7日にこれ公開になるんですけども、その映画館でね一回そのスクリーンをお祓いしようかってことで、お祓いしようとした霊媒師さんが泡を吹いて倒れてしまったなんていうやばいことだったんですよね。で、本当に言ってきますよ、僕ら一切お金いただいてません。ただただこれ角さんから見てって言われたんで、見ました。体張りました本当に。そう、これはもうで今日はね、そのまあ言える範囲でこう感想をね、ちょっとこう言わせていただきたいと思うんですけども、これなんで今言ってるかっていうと、とにかくね今見終わった直後なんですけども、僕らが死ぬ前にもう今言わないと生前にのやつです。そう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 、もう最後のこれこう遺言になりかねないんで。今生きてるうちにちょっと感想を言っておきたいなっていうことなんですよ。いやーそうですね、これでもいやでもなんか昔っぽい感じより怖いですよね、レトロというか70年代のもやっぱ多少ねこう画像が荒かったりする分、なんかこうクリアすぎない、気持ち悪さってあるじゃないですか。でまあこれね途中こう印象的にこうパーンパーンって何かこうサブリミナル効果のようなものが入ってくるんですけども、数が尋常じゃない。いや尋常じゃなかったですね。あとその中で流れてる音楽もなんか聴いてて気持ちが悪いっていうものなんで、こう見終わった直後の感想としてはとにかくもう体が重いっていう、なんか頭脳がなんかこうすごいストレスを感じて、なんか疲れたぐったりしちゃったって感じだよね。なんだろう、見ては欲しいですけど見ちゃダメなやつなんでしょうね多分本当に。角さんごめんなさいおすすめしません。いや怖さと気持ち悪さが結構な上位ですね今まで見た中では。結構僕も川口君もなんですけど、そういうね、呪いの儀式とか、なんかいろんなそういう、印象的な印とかマークとかって詳しい方じゃないですか、っていう僕らから見てもこれまずいでしょ、これやっちゃいけないよねっていうの結構出てきてましたよね。結構関係なくぶち込まれてましたね。まあね、僕らもその直後なので、今ね何もないですけども、本当にこのあと明日明後日1週間後2週間後っていうところに何か起きてしまうかもしれないって部分があるんですよね。だって結構なんかそのスタッフさんとかその関係者に何かあったっていうのが、偶然ではあんまり説明つかないみたいなのを最初言ってましたもんね。ありえない亡くなり方をしてるって話しましたね。でなんといってもですね、ちょっと今日今回ねやるにあたってこれバケタンって言いまして、お化け探知機なんですよ。この磁場のね狂いとかなんかそういう歪みなんかを感知して、幽霊がいるとこれが赤く点滅しますよというまあねおもちゃみたいなもんなんですけども、一応ね途中怖いなと思いながら何回かこれやったんですよね。そしたら通常これがね緑色の点滅なんですけども、1回だけ。これ中盤過ぎぐらいの気持ち悪いとこだよね。そうですね、気持ち悪いねって言って確認しようって言ったタイミングで赤くなったんですよね。あの瞬間何か得体の知れない恐ろしいものが近づいてきていたのかもしれないって考えると、見るとやっぱりこう来ちゃう映画なのかもしれないですね。いやさ僕だから正直最後まで負けた反応しないんだろうなっていうのがちょっとあったんで、あんな綺麗に真っ赤になってからちょっと震え止まんなくなった。止まんなくなったよね。あとはね途中僕もそうだし、あとまあ他ねちょっと実はまあスタッフさん何人かいたんですけど、はい、みんな中盤以降ですね、もうね我慢できないぐらいの尿意に襲われるっていう。いやそうですね。それはもう本当に完全にデカビタのせいですよ。あこれは呪い、これはアントラムの呪いじゃなくて半々じゃないですか。これデカビタですか。デカビタが強いとは思いますけどね。実はですね今回見る前にちょっとでもねなんかこう霊に負けないように呪いを跳ね返そうということでね、全員でこうデカビタで乾杯してねエネルギーチャージしてみたんですけど、いただきました。はい。匂いはじゃあデカビタ。デカビタだと、僕もさっきトイレ行かせていただいたんですけど、いつもよりちょっと黄色かったんで。デカビタの可能性が。でもさ考えように言っちゃえよ。はい。全員今無事じゃない。はい。ってことはさ、デカビタってそういう効果もあるのかもしれないね。ファブリーズ的な。あ、よく言うよね。ファブリーズってほらなんか除霊できるみたいな。ファブリーズすごいですよね。本物の霊媒師さんが。心霊ロケ終わった後にシュッシュってやってこれ本当いいのよって言ってだから除菌消臭除霊ができちゃうっていうね。すごいな、万能っすねファブリーズ。デカビタもそうかもしれない。新しくだからこれから広めていきます。デカビタとファブリーズ持って心霊スポット行ったらもう完璧かもしれないっていうね。いやすごかったねえ。ただやっぱりこのデカビタ飲むと映画前に怖いからってことでね多少守れるかもしれませんけどものすごい尿意。終わってからすぐ行きました。みんなでもうトイレ駆け込んだもんで2つしかないからそうそう細かい話はいいんですよ。ホリプロのトイレのディールとかは映画よりもデカビタの方の話に長くなりつつありますよね。危ないですからね。ただねやっぱりちょっと僕都市伝説的なねちょっとことで思ったんですけども、やっぱりねその音と視覚もういろんな意味で多分これね本当にこうそういう呪術呪いに詳しい方が作ったんじゃないかなっていうそういう仕掛けがたくさん入った気がしたんですよ。確かに。だから実際さそのお話自体はさ、怖いし気持ち悪いけど、はい、なんかそのお話自体で言ったらなんかすごい嫌だとかってわけじゃない。そうですね。だからお姉さんと弟がずっと出てくるんですけども、はい、お姉さん綺麗でしたしね。いやもうずっと序盤から言ってるんですよ島田さん。お姉さん綺麗なんですよ。ブレるぐらい。怖がりたいのにそれブレちゃうぐらいお姉さん綺麗なんですよ。島田さんのそのお姉さん綺麗がサブリミナル的に僕入ってきます。集中できないんです。ここも皆さんちょっとチェックしていただきたいなって思うんですけど、はい、お姉さんが綺麗っていうね、これは思っていただきたいんですけども、でね、実際この1970年代、80年代頭ぐらいで制作された映画じゃないですか。はい、だからその都市伝説でもなんかその当時っていうのが企業だとかが映画に。そのサブリミナル効果をすごく使ってたんじゃないかっていうのが言われだした年代でもあるんですよね。だからなんかまだそれが世間に漏れ出していない時だったからこそバンバン入れてたんじゃないかなって。いやそう考えたら無意識にさ刷り込まれちゃってたっていう何か呪いが。もうだって入れ方尋常じゃなかったっすよ途中。もうバレてもいいんだぐらい、サブリミナルのはずなのに本編よりもそのサブリミナルが勝っちゃう瞬間ありましたもんね。いやすごかったですよね。まあね本当に見てほしいかっていうとちょっとね本当にこればっかりはすごく感受性強い方だからやっぱりそういう仕掛けがあるし、はい、そういうね気持ちでなんかよりおかしなことになってしまう可能性もあるので、はい、おすすめは正直できないですけども一人では見ない方がいいかもしれない。ぜひねなんか気をつけて、はい、それでも興味あるって方は、はい、まあ怖いもの見たさでっていうのはありなのかなっていう感じはしました。思い出しちゃいそうです。このお話というかサブリミナルだったり、なんか話の大まかな数字をもう一回思い出して振り返ったりしないですか。あるね。あと1個だけいい。これちょっとネタバレになっちゃうかな。途中登場したさ急に日本人なんだったの。そこあれもう一番気になりましたよ本当。あそこ何だったんだろうね。あれで一回。フラットに戻してくれたじゃないですか。なんかあの辺の感想をなんか皆さんも聞いてみたいよね。はい、ね、あれはどういう意味があったのか、あれもしかしたらなんかすごい大事なシーンなのかもしれないけど、あそこなんかちょっと急に違和感あったよね。最後まで出てこないですよ、あの瞬間、あの瞬間。まあまあでもあれによってまた気持ち悪さ増したんだけどね。まあ確かにそうか。僕だからあれ英語に聞こえたのが最初と思って耳疑います。日本語だったもんね。日本語でした。日本語喋ってたもんね。そうそう。まあ。ただこういうまあねホラーというか、はい、怖い呪われてしまうなんていうね歌だったりとか、はい、絵だったりとか今回は映画見させていただきましたけども、はい、なんか確かにそういうようなことが起こってもおかしくないなというようなぐらい気持ちの悪さはもう一級品でしたね。いやー群抜けてました。やっぱりいろんな心霊体験、心霊スポットに行った川口君からしてもやっぱちょっと気持ち悪かった。そうですね、なんかちょっとだけベクトルは違うんですけど、なんか心霊スポットとは全然違うこの怖さ、気持ち悪さで、もう一回見ろって言われたらちょっとやだやだやだ、ちょっともうすいませんっていう感じですね。というわけで、今回ですね、アントラム、はい、まあ、見た後のですね感想を生きてるうちに2人でさせていただきましたけども、はい、まあ本当におすすめはできませんけどもね、はい、まあ、もし見たという方、コメント欄の方にですね、感想等を書いていただきますと、ああそうかそうかなんてことでねお互いにこう楽しいと思いますんで、もしよかったらお互い安全に、ね、もう健康第一に、はい、こういう怖いものこれからも楽しんでいきましょう。ありがとうございました。